どうもコスコです。今日は7月のコストコ購入品を紹介したいと思います。今回はですね、メルマガを見て新商品とか、あと気になる商品がいくつかありましたので、それを目当てにコストコに行ってきたんですよ。でもね、なかった。全部なかった。だからね、私的にはかなり不完全燃焼のコストコになってしまったんですけど、行けば必ず何か見つかるのがコストコです。今回は15品買ってきておりますので、全部まとめて紹介したいと思います。それではどうぞ。グルンベルガーラガー24本入り3178円です。夏といえばビールは欠かせませんよね。これでたっぷり24本入っています。コストコはですね、ビールも種類がとっても豊富なんですよ。国産のものもあるし、海外のものまで本当にいろんな種類のビールとか、あと発泡酒とかね、取り扱われているんですけど、今回選んだのはね、どこやったかな、ちょっと珍しい国なんですよ。リトアニアのビールを購入しました。1本あたりの価格は130円ちょっとなんですよ。ビールの企画でこの価格は安いですよね。ただね、初めて買うものなんで味はわからないんです。パッケージのデザインがなんかかっこよくておしゃれだなと思って、こちらを買ってみたんですよ。リトアニアといえばバルト三国というね、ドイツのこっちのこの辺にある国なんですよ。だからなんかね、こう勝手に私の中ではドイツの近くの国だと思ってて、ビールも美味しいんじゃないかと思って勝手に期待をしております。ドンウォンリジャム 340g6 缶入り2198円です。はい、こちらは韓国のドンウォンというコストコでは割と有名なメーカーさんの商品です。ラッポッキとか韓国のりなんかを取り扱っているメーカーさんですね。今回はランチョンミートです。はい、これ横から見るとですね、これ全部でね6缶入ってるんですよ。この1つの缶の中に、ポーク 100% のソーセージみたいなお肉がみっちり詰まっています。でもね、見た目はまんまスパムなんですよ。韓国版スパムといった感じですかね。一見スパムのパクリみたいな商品だななんて思ったりしたんですけど、こちらの方がね、しょっぱくないからヘルシーで美味しいのが特徴みたいです。6缶セットなので1缶あたりの価格は360円ぐらいかな。ホーメルのスパムと比べるとちょっとだけ価格がこちらの方が安いかなという印象ですね。うちはね、家族みんなスパム大好きなんですよ。だから前からこの商品はとても気になっていました。スパムとの味の違いが気になるところですね。アルバボタニカシャンプー&コンディショナーそれぞれ2098円です。はい、こちらはアルバボタニカというメーカーさんのシャンプーとコンディショナーです。セットではなくてですね、それぞれバラ売りで販売されています。1つあたり2098円です。これはですね、いつも販売されているわけではないんですよ。期間限定のロードショーの時だけ買える商品で、前々からねこれね見かけてずっと気になってたんです。ちょうどね、今私が使っているシャンプーがなくなりそうだったので、そのタイミングで買ってみることにしました。これはですね、アメリカではとっても有名なオーガニックのナチュラルコスメメーカーさんらしくて、余計な成分とかがね使われてないというのが特徴らしいんです。ハワイでとっても有名らしくてね、なんかね香りも4種類あって、それがもうどれを嗅いでもめっちゃハワイな感じですごい良かったんですよ。で、今回は一番人気だと言われていたこちらのプルベリアの香りを選んでみました。これはですね、中里依紗ちゃんが同じものを買って使ってるっていう風に販売員の方が教えてもらったんですよ。それを聞いてね、すぐに買いました。これを使えば少しだけ中里依紗ちゃんになれるかもしれないと思って買いました。すぐに買いましたはい、ちなみにですね、こちら公式価格だとね、これよりも3分の1ぐらいのサイズの 350ml ぐらいのやつが1760円で販売されてるらしいんですよね。それがコストコだと 900g ぐらい入ってて、価格が2098円です。これね、めちゃくちゃ安いと思います。久世福商店あんバター 550g868 円です。はい、こちらあんバターですよ。あんことバターのミックスが瓶にたっぷり 550g、 これ絶対美味しいに決まってますよね。カリッと焼いたトーストにこちらをたっぷり塗って、ついでに冷蔵庫にあるね、イズニーのスプレーホイップなんかを一緒にこうぐるぐるぐるって巻いて合わせて食べてみたいとね、もうほんとそれだけの理由でこちらを買いました。絶対美味しい、断言。このパッケージ見てね、ほらここに写真があるんですけど、これね絶対私コストコのディナーロールが使われているんじゃないかと勝手に思っているわけですよね。これ見るとディナーロール一緒に買っときゃよかったと思って、すごい後悔してます。買ってないんです今日。鹿児島県産ピーマン 500g298 円です。はい、こちらは鹿児島県産のピーマンです。一袋にたっぷり 500g です。すごい立派なピーマンですよ。パンと張りがあって新鮮です。いくつ入ってるんだろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 個、13個も入ってます。それで298円ってかなりお安いですよね。ピーマンはね、夏野菜だし今の時期はそんなにねスーパーとかでも高くはないんですけど、それでもコストコのピーマンかなりお得な感じはします。しかも海外の輸入物とかではなく国産の新鮮野菜です。うちは子供たちもピーマンをよく食べるので、これくらいの量があっても全然大丈夫です。韓国茶目6個入り998円です。この果物ね、私初めて見ました。ポップにイエローメロンと書いてあったんです。メロンなんですよ。すごいちっちゃいです。拳大ぐらいのサイズですね。ここにね書いてあります。お茶目なフルーツ、茶目茶目ってね、名前が可愛いですよね。はい、ちょっとせっかくなんで開けてみたいと思います。すごい、あ、すごい、めっちゃメロンの香りがする。はい、取り出してみました。こんな感じです。サイズはね10センチちょっとぐらいかな。まん丸じゃないんですね。少し長細い丸をしていてラグビーボールみたいです。スイカみたいな縦じまの模様がついています。表面の皮のところはしっかりしてるんですけど、中はめちゃくちゃ水分がたっぷり入ってるのと、あとね種まで食べられると書いてありました。韓国ではスイカと同じぐらい人気がある夏の定番フルーツなのだそうです。これでね1個あたりの価格が166円。166円でメロンが食べられると思うとなかなかいい感じじゃないですかね。すごい香りがいいからね、期待したいと思います。島原手延べそうめん 2kg1,088 円です。はい、こちらは今季2回目の登場となる島原手延べそうめんです。前買ったものがねもうあっという間になくなっちゃったんですよ。なので買い足しました。やっぱりね夏といえばそうめんですよね。夏休みに入りましたし、こちらは必須アイテムだと思っています。こちら 2kg 入りということなんですけど、1kg ずつ分かれてるんですよ。20束入ってるのが2つあって、全部で40束になります。コストコのそうめんはまとめ買いで値段はとっても安いんですけど、味もとっても美味しいんです。この価格帯でこの味っていうのはね、他のそうめんでは絶対考えられないのでめちゃめちゃ助かってます。これね本当におすすめですよ。今年はねいつになく消費が早いからですね、多分暑い日がずっと続いてるからかな、もしかしたらこの夏もう1回ぐらい買うことになるかもしれないです。だから今年は6kgのそうめん、大変そうめんばっかり。緑牛乳湯布院の香り1リットル3本入り588円です。こちらは九州の牛乳3本セットです。コストコの牛乳といえばね、いつもは佐渡別プレミアム牛乳という北海道産の牛乳をリピートしているんですけど、今回は違う牛乳を選んでみました。ただこの商品はね多分九州圏内のコストコでしか販売されてないんじゃないかなと思うんですよね。そういえばね他の地域のコストコでは見たことがないんですよ。九州で緑牛乳牛乳といえばもう本当にどこに行っても見かけるとっても有名なメーカーさんです。でもこの湯布院の香りっていうのは私はコストコでしか見たことがないです。緑牛乳の中でも生産地とか鮮度にこだわったちょっとね特別な牛乳なのだそうです。それがコストコだと1本あたりの価格が196円と、普通のスーパーのね牛乳とほとんど価格が変わらないんですよ。差別牛乳と比べるとちょっとだけ安いかなという感覚です。はい、それで試してみることにしました。子供たちもね牛乳はめっちゃ飲むんですよ。だからね多分こちらも3日でなくなると思います。雪印北海道ポーションホイップバター60個入り1,158円です。はい、こちらはですね最近発見したポーションタイプのバターです。ホテルの朝食とかで見るような小分けタイプのバターがですねたっぷり全部で60個入ってます。これまでトーストに使ってたのはヌテレックスというバター風味スプレッドだったんですよ。それがなくなってしまって代わりのものを探そうと思ったらこちらが目に入ったんですね。ちなみに料理用のバターっていうのは別に買ってます。コストコで明治北海道バターという4つセットになってるバターをまとめ買いしてるんですけど、それだとねやっぱり硬くてトーストには使いにくいんですよ。だけどこちらはホイップバターということなのでパンに塗りのばすのに良さそうだなと思ったんです。お値段的にはねちょっと高めだなと思って少し悩んだんですけど、トースト専用だったらねそれほどガンガン使うわけでもないし、あとほらこうやって個包装になってるんですよね。だから清潔に保管できるというのも嬉しいポイントですよね。これで賞味期限は11月までと4ヶ月ぐらいあるのでのんびり使おうと思っています。フローズンゼリーミックス 1,080g958 円です。お菓子売り場にあったこちらの商品、中にはですね個包装タイプになったゼリーがたっぷり入ってるんですけど、これただのゼリーじゃないんですよ。フローズンということで凍らせて食べるものなんです。凍ったゼリーってね、私あんまりイメージが湧かないんですけど、なんかシャリシャリで美味しそうだし、夏休み中の子供のおやつにぴったりだなと思ってこちらを買ってみることにしました。ミックスということでね、味が4つあります。いちご、メロン、レモン、ブルーハワイです。かき氷みたいで美味しそうですよね。子供がこれを見て早く食べたいと言ってるので、早速凍らせておやつにしたいと思います。ラズベリー&チーズデニッシュ20個入り1180円です。はい、こちらはですね、コストコの新作ベーカリーです。コストコベーカリーの中でもかなり小ぶりなパンなんですよ。中身はラズベリーとチーズそれぞれ10個ずつ入って、全部で20個入りになってます。はい、こちら食べやすそうなサイズなので、早速1個だけ取り出して食べてみたいと思います。どっちがいいかな。でもこのラインナップだったらもう確実に私はラズベリー、はい、大好きなラズベリーをいただきたいと思います。すごい見た目はなんかね、コストコのミニパンオショコラに形がとっても似てます。ただサイズはやっぱちっちゃいね。ミニパンオショコラよりもさらにギュッとちっちゃいサイズになってます。はい、それではいただきたいと思います。うん、とっても美味しい。バターたっぷり、香ばしくて、でこのラズベリーのちょっとした酸味がいい感じです。お食事でもいい、お茶でもいい、おやつでもいい、どれでもいけちゃいます。美味しい。なんか上品な味。うん。ルスティックブリー 350g 958円です。はい、こちらはフランス産の白カビチーズルスティックブリーです。ブリーチーズですね。これはですね、いつも販売されているというわけではないんですよ。不定期で登場する商品です。私の印象だとコストコの新店舗がオープンする時に合わせて全国の倉庫店に並ぶような、そんな気がしてるんですよね。味はね、あっさりとしたカマンベールチーズみたいな感じなんですよ。中身がとろっとしてて柔らかくて、とってもコクがあって美味しいんです。このままスライスしておつまみみたいにしてもいいし、あとはサンドイッチに挟んだりしてもいいし、加熱してね、とろとろに溶かして食べることもできます。私がこれを買うのは今回で2回目なんですけど、この大きさで958円っていうのはとってもお買い得だと思います。でね、これ今気づいたんだけど、ここにね、コストコ限定の夏レシピというのが挟んであるんですよ。これもしかしたらさ、コストコのなんかこう食材とか使ったレシピがここに書いてあるのかもしれないね。カットぶなしめじ 500g 298円です。はい、たっぷりのしめじを購入しました。この袋の中にね、500g 入ってます。これのいいところは何といっても石突きが全て除去されてるということです。だから捨てるとこないんですよ。そのまま袋から取り出してパパッと使うことができます。これがね、めちゃくちゃ便利。この商品そのものはですね、野菜売り場の定番商品なんですけど、これね、袋変わりましたね。昔真空パックになってたんですよ。これが今は真空パックじゃなくて、この保存に便利なチャック付きになりました。なので以前よりもかなり使いやすくなったと思います。これで298円っていうのはとってもお安いと思います。はい、そして最後の商品が実はこちらです。イエーイこれです。ちょっとお見せしますね。ほっ、重っ、すごいね。どうしよう、ちょっと私映るかいな。ここでいいか。オリーブ10号サイズ4777円です。イエーイ。はい、これですよ。めっちゃ大きいよね。そして安くない？オリーブ4777円、5000円切ってますよ、このサイズで。こちらはですね、初めから後ろにドーンと見えているので、もしかしたら気づいていた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、コストコにはですね、なんと観葉植物も売っているんです。オリーブは前から欲しいなって思ってたんですよ。おしゃれな人の家って大体オリーブ置いてるじゃないですか。知らんけどだからね、うちにもあればいいなって思ってて、それがなんとコストコに売ってたんです。しかも10号サイズ、めっちゃ大きいサイズです。これちょっとサイズがね、見えるかな。一回下ろしますね。今椅子の上に乗せてるんだけど、はい、で私が横に立ったらこんな感じ。ちょっともう見切れて分かんないですね。だいたい2メートルぐらいの大きさになると思います。こんな感じのボリュームです。はい、枝ぶりもね、いいのを選びましたよ。この幹の部分がちょっと太めでね、健康そうなものを選んでみました。ほっ、重いね、いちいち。はい、そしてお店の中で見るよりもね、持ち帰ったらさらに巨大化して見えるというね、コストコあるあるがこちらも発動してるんですよ。大変です。もう車に乗るかどうかもうめちゃくちゃ不安でした。もう結局なんかね、頭の部分がこんな感じになって斜めにしてこう頑張って無理やり運んで持ち帰ってきたという感じですね。頭の上折れてなくてよかったね。大丈夫でした。はい、こんな感じでございます。まだねハッチカバーとか何も買ってないんですよ。裸の状態なので今から選びたいと思います。もしかしたらハッチカバーの方が値段が高くなるかもしれないですね。はい、というわけで7月のコストコ購入品の紹介でした。はい、今回のお買い物の合計点数は全部で15点です。合計金額は 22,741 円でした。今回はねお目当ての商品がことごとくなかったので、最初はもうほんと悲しい気持ちでいっぱいだったんですけど、なんだかんだでねいいお買い物ができましたよ。中でもやっぱり嬉しかったのはこれですよ、オリーブ。これねいつもあるわけじゃないの、たまたま見つけたの。しかも安かったからねすごいラッキーでした。ハチカバーを買って、あとはねちょっとなんか枝ぶりとかも綺麗に整えて大事に大事に育てたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。